どうも、しゅんです。こんにちは。今回は SBC メディカルグループさんの密着企画なんですけども、その前に SBC さんを簡単に紹介します。SBC メディカルグループさんとは、全国に130人以上を展開する総合医療グループです。美容クリニックをはじめ、複数の診療科目を展開しています。なんと毎年 120% 以上の成長をされており、世界一お客様の多い医療グループを目指しているそうです。ということで今回は、新卒4年目の受付カウンセラーの飯島さんに密着させていただきます。おはようございます。入社4年目の飯島です。2019年に新卒で入社しまして、受付カウンセラーとして働いています。ここだけはチェックしようみたいなポイントってどこがありますか？第一印象は大切なので、清潔感があるようなメイクやお顔が隠れていないか、髪なので、そういったところを一番意識しているかなと思います。ちなみに清掃は毎朝やってらっしゃるんですか？お客様がいない時間は早番さんが毎朝やってくれてます。終わりは遅番さんがやってくれてまして、日中に関しては交代で受付前にいるようなスタッフが1時間おきにタイマーをかけて行っています。今日1日のスケジュールはどんな感じですか？本日の流れとしては、この後私が今清掃とかを終えたので、みんなで朝礼っていうものをさせていただいて、そこからお客様がご来院されるような流れとなります。だいたい診察のカウンセリングの何件かって言いますと、普通の日でだいたい5件から7件が当院だと多いかなと思います。例えばまたゴールデンウィークとか年末年始、繁忙期って言われるところになりますと10件超えることもあります。それの診察をしながら、メール対応や電話対応も一緒に行わせていただいているような形となります。クレードを継続します。今日は2番税化修行、じゃあ飯島さんお願いします。はい、言います。治療の結果業績、朝礼時挨拶をします。素敵な笑顔で、思いやりと声かけで、気持ちの良い手作りで、今日もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。今は何をされてるんですか？今お客様のお問い合わせメールに返信をしております。どういうお問い合わせが来るんですか？ご予約を取りたい、手術をしたいって方だったりとか、逆に手術した後のこういった腫れの状況って大丈夫でしたとか、そういった心配のメールの返信をしていまして、あとは例えば脱毛をしたいとか、本当レーザーをしたいとか、そういった全てのお客様に対してのメールになります。お預かりいたしますね。ありがとうございます。そうしましたら、お客様ですね、本日1番でお呼びさせていただきます。こちらですね、ご確認いただきまして、終わりましたら受付にお持ちください。ですね、あちらでお待ちくださいませ。受付でこう気をつけてらっしゃることってどんなことがございますか？最初の方も本当に緊張される方が多いので、まず例えば雨の日だったら、お足元悪い中ありがとうございますといったプラスアルファの声掛けを気をつけております。またすごい初歩的なことではありますが、お客様の目をしっかりと見て笑顔でご対応することを気をつけております。大変お待たせいたしました。失礼します。本日ご覧いただきましてありがとうございます。はい、二重治療のご希望で間違いないですか？はい、ありがとうございます。今ちょっと二重の幅を少し広げるということで、パッチリ目開いた時に二重のラインが見えるぐらいとか希望ありますか？そうですね、パッチリ開いてこうラインがちゃんと見えるようにしたいです。かしこまりました。はい。緊張されませんでしたか？ちょっと緊張しました。初めてだったので。もしなんかご自宅に帰って5分目とかあれば、いつでもご連絡いただければと思います。本日はご覧いただきましてありがとうございます。お気をつけてお帰りくださいませ。これでカウンセリングが終わりなんですね。はい、今ので1人目のカウンセリングの方が終わりましたので、次の対応行ってまいります。おはようございます。今日なんですけど、はい、この後2人の方のご来院がありまして、はいはい、この方ですね、お待ち時間の出てまいりますか？15分ぐらいお願いします。ありがとうございます。はい、今何されてるんですか？12時前に出られたいお客様がいらっしゃいますので、その方のお急ぎの対応をしております。大変お待たせいたしました。こちらですね、お返しです。で
では目の下のクマ取りの手術についてご紹介させていただきます。こちらですね、こう悪感でした状態のところを少しだけ数ミリ切開して、こうずれてきた眼下脂肪を取り出してあげるというご案内になります。クマさん、お疲れ様でした。まずすっごくわかりやすいです。ありがとうございます。もうクマさんの聞いて、多分お客様も施術の説明はすごくわかりやすいのかなと思います。なんていうか、ちょっと気になったところとしては、やっぱりその説明ってしがちになっちゃうと思うので、今ってコンシーラーとか隠してますかって言った後に、この脂肪はこういったことが原因でって言ってあげた方が、まあ、コミュニケーションが取れるので、質問入れてあげてもいいと思います。枝豆とチーズのおにぎりと、エビのガーリック炒めと、卵焼きとコールスローとカニカマです。ちなみに皆さんといつも一緒にご飯食べるんですか？一緒に食べること少ないですよね、はい、バラバラですね。みんなで交代で休憩を取っていくので、まあ、その時に行ける人が行くって感じなので、いつも違うメンバーでご飯が食べられます。ガーリックシュリンプ作っていきました。マジ？いや、そうなの。朝4時起きでした。4時起きでガーリックシュリンプ作ったの？作りました。昨日の残り物とかではなく、一切残り物なかったので。えらすぎるんだけど、ね、褒めてもらいましたお電話ありがとうございます。湘南美容クリニックレグナビインサイン、飯島と申します。はいはい、湘南美容クリニックご内装での初めてでしょうか？はい、かしこまりました。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は一日密着させていただきありがとうございました。ありがとうございました。今回動画を見て SBC さんに興味を持った方いらっしゃると思うので、そんな方に向けてメッセージをお願いします。 SBC では挑戦を楽しめる場所がすごくたくさんあると思います。決められたルートというよりかは、本当自分の頑張りが認められる場所がたくさんありますので、挑戦を楽しめる方に向いているのかなと思います。お会いできるのを楽しみにしております。実際にこう働く人だったり、幸せにしたいっていう思いを持って入られたと思うんですけど、入社してみてからそれはギャップみたいなのがあります？ギャップは何点かほどあったんですけど、先輩社員から勉強量は多いよとは聞いていましたが、思った以上に多かったです。で、ほんと300種類以上の施術を説明するということで、お客様にですね、安心安全に提供するために私たち自身も正しい知識を身につけなければならないので、まあ、そういったことを一つずつ覚えるのは最初すごい苦労しました。ただ苦手なものをずっと学んでいるわけではないので、楽しく美容の知識を身につけられたりしました。これからどんなことを目指したいっていう目標はありますか？役職という立場を目指していきたいなと思っております。湘南美容クリニックは新規オープンしているクリニックもたくさんあるので、そういった新規オープンした時の立ち上げのスタッフとして今後は手を挙げていきたいなと思っております。どんな学生が SBC に向いてると思いますか？クレド15カ条の中にもあるのですが、素直、挑戦を楽しむ、私はこの2つだと思います。素直の人は何か間違ってしまった時に、次はどうしたらもっと良くなるのかって自責の念で考えられる方がとっても多くいらっしゃいます。また会社の成長スピードもとても速いので、新しい店舗だったりとか新しい治療が入った時に、素直な人は自分から私が勉強したいですっていう方が多いので、そういった素直な方は成長スピードも速く意欲も高いと思います。挑戦を楽しむっていうところで、 SBC は自分がやりたいと思った時にすごく自分の意見を言える環境があるのかなと思います。その時にこう成長したい、自分はこうなりたいと強く持ってる方は成長が早いと思いますので、特に自分の力を試したい、挑戦したいという人は本当に SBC 向いているのかなと思います。大学時代に美容医療について学んでいなくて、入社しても大丈夫かなって不安な学生さんもいると思うんですけど、それは大丈夫ですか？問題ございません、大丈夫です。私自身教育学科でしたので、美容知識ゼロの状態で入社しています。また入社した後も教育施設が整っていますので、先輩からも1対1で学習をしていただけます。ただですね、入った後の勉強量はちょっと多いものにはなるので、意欲が高い方がいいのかなと思います。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。